うございます。今日はお仕事がこれからあるんですけど、その前に朝ごはん食べたいと思って、じゃーん、朝マックです。やったね。もう朝マックっていうかマクロ大好きで、ちょっと今日はご自宅にデリバリーしてしまいました。何食べるかというと、これソーセージマックマフィンとハッシュドポテトと、あ、そう、これいっぱい食べるって感じけど、結構なんかあれ好きなんですよね。これナゲット好きで、ナゲットのソースはマスタード。あの昔はバーベキュー一択やったけど、気づいたらマスタード美味しいと思って。で、飲み物は、あ、なんかクリスマスで可愛い、アイスティー。これは本当にアイスティーめっちゃ美味しいから、紅茶好きな方飲んでみてほしい。いるか、紅茶好きな方は本当にね、マクドのアイスティーめっちゃ美味しい。いただきます。じゃあ食べていきます。いただきます。うわ、なんかこういうのあれやな、なかなかないから。私はソーセージマックマフィンにするんやけど、なんか前はソーセージエッグマフィンよく食べてた時期があって、でも最近は卵がない方をチョイスします。なんか、うん、クリーム。いつでも美味しい。これって順番ありますよね、多分ね、食べる順番。人によって。私は、結構最初にバーガー食べちゃいます。で、ちょっと途中まで食べたら、このポテトを食べる。ポテト美味しい。どっちのポテト好き？普通のレギュラーメニューの時間のポテトか、ハッシュドポテトか。私は、めっちゃずるいけど、両方好きで、ずるだから、どっちもの時間に両方あったら嬉しいなと思う。選べたらね。でもさ、なんか私マクドでバイトしてたから、昔 AKB に入ったのが16の時で、高2の冬に入ったけど、バイトしてたのが高1からバイトしてて、それはファミレスでバイトしてた。で確か高2の頭から掛け持ちし始めたのがココスとマクド。そうで、マクドってバイトめっちゃ楽しくて、先輩とかめっちゃ優しかったし、なんでそもそもマクドのバイトしてたかって言ったら、お姉ちゃんがマクドでバイトしてたからなんかお姉ちゃんの影響を受けすぎ、前も本ね紹介するときでもお姉ちゃんが紹介してくれたとかいうのよくあったけど、そう、見てムスタランディッシュこうか。そうで、マクドでバイトしてて私はあのレジの方やってんけど、なんかお姉ちゃんの話聞いてると結構スマイル頼まれたりとかするみたいな言ってて、だから私も、あ、スマイル頼まれるのちょっとなんかマクドでバイトしてなんか嬉しいかなと思ったからバイトし始めて、スマイル頼まれるかなとか思いながら毎日ねバイト行ってたけど、本当に一回も頼まれへんかった残念です。なんかスーパーの中にあるタイプのマックだったから、近くの学生さんとかもよく来てたけど、本当に頼まれへんかったな。お腹もなっちゃうなんかすごいなと思ったことがあって、バイトした時に、私らはなんかもともとクルー、確かクルーっていうんだけど、バイト入った時はで、なんかこういろいろ今もあるんかな、スターとかなんかこういう役職があって、どんどんこうスキルとか上がっていったら、こう役職とかレベルアップしていける感じの取り組みがあるねんけど、その中でまあそのお店の店長さんはいるけど、マネージャーさんっていう人がいて、その人がすごい大人な方で、いくつぐらいやったんやろう、当時ちょっと私も覚えてないけど、なんかその大人な方がお持ち帰りでスマイルを頼まれた時にね、どうするんやろうって思ったら、
こうやってここにスマイルしててすごいと思って、もう本当にそんなことやっぱバイトで入りたての私はできひんから、あーすごいなー、マクドすごいなーと思った。うん、それめっちゃ覚えてる。おいしい。あと一個めっちゃ気になってることがあって、私は16から今東京に出てきて28だから12年目になるけど、その関西から上京してるから、関西の時はやっぱりマクドナルドのことはマクドっていうから、12年経つけどマクドって言ってて、でもそれってみんなどうしてんやろうと思って、マクドって言ってると結構なんか関西をすごい出してくるなみたいな風になんか感じられるのかなとか思いつつ、でもなんかマックっていうにはなんかちょっと自分もまだ関西感があるなみたいな感じで、だから上京して何年経ったらマックにしたかちょっと聞きたい上京経験のある方、なんか私の理論は、理論っていうかそんなにないけどないけど、28歳で今で AKB 入って東京出てきて12年やから、16歳まではずっとこう関西で育ってるじゃないですか。だからそれの方が長いから、マクド歴がこうそれが上回ってきたら、東京歴が上回ってきたらマックになるのかなみたいな、どうなんやろ、めちゃくちゃどうでもいいけどめっちゃ気になる。あとあれも気になる、あれもっていうかまあ一緒みたいなことやけど、こう東京に上京してきた時に標準語に直してお仕事とかで直すってなって、そういう方はマクドのこともマックっていうのかなみたいな、もう本当どうでもいいけど、なんかそのちょっとあるやん、このなんかその地元だけでこうなんかコンビニとかもさ、関西とセブン入れって言うけど、東京やとセブンって多分言うのかな。だから私も最初セブン入れって思ってたけど、セブンイレブンのことはセブンって言うようになってるから、気づいたら、なんかそれって私もじゃあマックっていう日が来るかもしれへんと思って、ちょっと、どうなんやろって気になる。今日のお仕事はすごいまだ楽しみなので、どういう感じになるかなって、ちょっとわかんないけど楽しみやから、お楽しみに。バイト楽しかったな。マクドはやっぱそのレジ売ったりもするし、あれがねすごい楽しいんですよ。どんどん自分ができるようになったら、今もなんかわからへんけど、当時はこうできるようになった部分のシールをなんか名札に貼っていけるから、シールが増えたらなんか嬉しいし、私実はなんかバイトを今まで3つやってて、そうちょっとまた今度その話しますね、今度書いてもうちょっとやって終わるよ、これラスト。早いかな、食べるのめっちゃ早いんですよ実は、私食べるのが。いただきます、ごちそうさまでした。ん違う、最後いただきます。ということで全部いただきました。美味しかった、美味しい。結構もうちょっとしたらすぐ出なあかんから磨きしていってきます。これ結構丁寧に畳むスタイルで、ポイントして、では今日も行ってまいりますごちそうさまでしたチャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。またね。